どうも、松田石井です。さあ、今回はですね、こちらの動画をやっていきたいと思います。こちら、現在 J2 リーグ第28節、大分トリニータ対東京ヴェルディ徹底分析っていう形で、今回ね、大分の動画をやっていきたいと思います。というわけでね、今回はね、大分の動画、久々になりましたけども、まあ、元気よくやっていきたいと思います。で、今回の試合はですね、まずね、声出し応援復活。ね、声出し応援復活しましたね、この試合。ね、ダゾーンからね、聞こえてきましたね、大分のちゃんと。いろいろね、まあ僕、大分の好きなちゃんとあるんですけども、まあいつかね、大分のね、スタジアムでね、歌ってみたいなって改めて思いました。で、まあそのね、声出し応援復活、そしてね、久々のね、まあ試合、まあ一週間空きましたんで、まあ久々の試合になりましたね。まあこの久々の試合になりまして、まあこの試合ですね、ホームに、東京ヴェルディをですね、迎えまして、この試合はですね、2対2でですね、痛み分けドローっていう形で終わってしまいました。で、この試合なんですけども、僕としてはめちゃくちゃもったいない試合だなと思いました。大分がやりたいことがあるんですけども、この大分がやりたいことに対して、東京ヴェルディが、この東京ヴェルディがいいように見えてしまう。で、大分が悪いように見えてしまうっていう感じで、絶妙に合ってねえんだよなと思いました。はい。で、この辺をですね、今回この合ってねえなっていうところ、まあ合ってねえよなっていうか、もったいねえよなって思ったところを、今回ね、攻撃と守備で解説していって、その後の命修正がですね、ございましたんで、この辺をですね、中心にして解説していこうかなと思っております。そんな感じでね、今回はね、元気よくね、大分の動画、久々にやっていきたいと思いますので、高評価とチャンネル登録して、皆さんですね、応援していただければありがたいです。そんな感じで、どうぞ。はい、そんな感じで、まずは両チームのスタメンをですね、タクティカリスタの方で紹介したいと思います。まずはホームの大分はですね、3-5-2。今回ですね、町田大和がスタメン復帰、そしてね、羽田もスタメン復帰、そしてね、あとはですね、ベンチに結構動きがありまして、まずはね、負傷で帰ってきましたのは、高畑選手、そして小林聖吾選手、エドアルドネットもそうですし、そしてあとペレイラもね、負傷からですね、帰ってきました。このウィングバックの選手とセンターバックの控えが、なかなかいないね、大分に関しては、嬉しい復帰なのかなと思っております。そして対しまして、アウェイの東京ヴェルディ。東京ヴェルディは 4-1-2-3 でした。まあ、気になった選手で行きますと、まあ、宇戸川選手のね、やっぱフィードとか、あとセンターバックとしてのね、まあ、普通のね、こう、センターバックとしての対人能力、まあ、やっぱ上手いなと思いました。この試合ですね、もったいないなと思ったポイント。それはですね、僕、攻撃と守備。前半の最初にやってきた攻撃と守備。これがですね、めちゃくちゃもったいないなと思いました。はい。で、その辺をですね、タクティカリスタで解説していって、最後にですね、その後の命修正がございましたんで、その辺をね、最後に解説して終わりたいと思います。そんな感じで、どうぞ。というわけで、まずですね、大分の攻撃なんですけども、大分の攻撃はですね、3-5-2で攻めてました。で、この3-5-2で攻めるときに、大分大問題がございまして、今回ですね、東京ヴェルディが 4-1-2-3 で守ってきました。4-1-2-3 でね、最初にこう、後ろから回してる時ですよね。大分が後ろからね、回してる時は、3-5-2で回してる時は、この4-1-2-3でプレスに行きました。で、この3トップと3センターバックっていう形になりまして、そしてね、このサイドバックの選手はね、ウィングバックに積極的に出ていくっていう形になってて、あとはね、このインサイドハーフもそうなんですけども、インサイドハーフはね、相手のインサイドハーフに前からはまる。そして、羽田に関してはですね、ここの3トップにね、コースを消されてるっていう感じになってまして、まあ、ちょっと孤立状態になってました。前からのプレスがハマってしまいまして、で、一応この時に、前からのプレスがハマんないようにね、ゴールキーパーのね、高木が上がってきてね、ビルドアップのね、可変もやるんですけども、今回ね、あまりこの可変ね、今まではやってるんですけども、今回ちょっとあまり見られなかったのかなと思っております。まあ、この辺はね、なんでやらなかったのかはね、ちょっと謎でした。で、こうなりますと、大分としましては、基本的にロングボールで回避するしかない。で、このロングボールで回避した先も、宇野かとか、馬場とかがいるっていう感じになってて、ここの1対1で取られてしまうとか、あとはね、ウィングバックの選手がね、今回ここまで降りてですね、こっから1対1突破するみたいな感じのこと。ね、そうなりますとサイドバックはね、下がるっていう感じになって、こっからね、サイドバックまで運ぶことはできても、そっから先にね、攻撃の起点を作れないっていう状況になってました。で、もう一つはね、これ、大分が苦手なパターンなんですけども、4-4-2 で、こう、ブロックを引く形、高めの位置で回せるときは、3センターバックと、そして、1アンカー、そして2インサイドハーフがね、まあ、できるだけこの辺ですよね。この辺にいまして、そして、ウィングバックが高めの位置。で、この時の東京ヴェルディの守備のやり方に関しては、4-4-2で守る守備。ね、森田がね、インサイドハーフの森田が1列出てって、梶川、河村と杉本がサイドハーフ。
こうやってですね、442の形を形成する。こっからのね、スライドやっぱ早いんですよね。で、この日ですね、やっぱ、そうなりますと、東京ヴェルディにね、ボール保持がね、移ってしまいますよね。まあ、守備ができてこそ、ボール保持。これはね、サッカーにおいて鉄則なのかなと思っております。で、この時の東京ヴェルディなんですけども、基本的には4バック。4バックで、まあ、サイドバックができるだけ内側かな。サイドバックが内側になりまして、ウィングがですね、この、ウィングバックの選手をピン止めするみたいな形。ね、これを取ってました。この時に大分に関しては532で守るんですけども、ただ、この日のですね、大問題がございまして、これ2センターバックのところは前からハマるんですけども、このサイドバックがですね、誰が行くのかっていうのがね、最初わからなかったんですよ。で、やっぱ必然としてですね、このサイドバックがですね、ずっとこうフリーで受けられる状況になってしまう。一応ですね、この時に、インサイドハーフの選手が出てって対応するんですけども、インサイドハーフの選手が出てって対応しますと、このね、西谷選手もそうですし、梶川選手とかね、この辺で受けてですね、そっから、攻撃の展開を作るっていうのね、すごくうまいんですよ。で、あとはね、東京ヴェルディって、このインサイドハーフの選手が、ワイドを取る。これ多いんですよね。はい。まあ、森田選手とか特にそうなんですけども、このインサイドハーフの選手がワイドに出てって、そっからですね、選手が突破をしてって、そっからね、攻撃の起点を作る。これ結構多いんですよね。サイドバックの選手に対して、規制がないっていうことになりまして、まあ、この5バックで受け身になる形になってしまったのかなと思っております。そう言います。なんで、この試合はですね、攻撃の面に関しても、守備の面に関しても、最初のゲームプラン、この532を用意してきたんですけども、532がですね、まあ、逆効果になってしまった。ただ、この試合ですね、失点してから、2失点目してからですね、大分はシステム変更を行いました。今日ね、3-4-2-1をやり始めました。で、これですね、下田と羽田の2ボランチ、そして町田大和と渡辺新の、シャドウ、そして小屋のね、ワントップっていう形に変えてきました。で、これですね、何がいいかって言いますと、守備の時にですね、ここのサイドバックの選手、シャドウの選手がね、サイドバックの選手に対して規制をかけることができる。そして、ワントップの選手はね、小屋がですね、このセンターバックの選手を追ってくっていう感じで、まあ、同サイド圧縮ですよね。同サイド圧縮でね、こうやってはめることができるんですよ。このサイドバックの選手に対して規制をするっていうね、修正をね、行ってきました。で、これですね、誰が修正してきたかって言いますと、これですね、下田選手と、そして町田大和選手なんですよ。で、これ町田大和選手の試合後のコメントで言ってましたけども、サイドバックの選手に対して規制がないっていうコメントをね、言ってましたんで、途中ですね、この町田大和選手と下田選手がですね、下田が下がります、町田大和が、前に行って、サイドバックの選手に対して規制をかけますっていう感じで。で、渡辺新がね、左にずれて、左のね、シャドウにずれてですね、サイドバックの選手に対して規制をかけるっていうね、まあ修正をね、まあ選手自身がね、やるっていうね、名修正があったのかなと思っております。もう一つは攻撃のところもですね、2得点目なんかね、特にね、この形でして、ウィングバックの選手が大外、そして、シャドウが中っていう形になりまして、これですね、選手のね、中外の関係がね、すごく良くなりました、後半は。で、あと、この試合ですね、僕良かったポイントとしましては、センターバックの選手の攻撃参加、これがね、すごく目立ったのかなと思っております。それはですね、やっぱウィングバックの選手が大外に行く、こういう決まりがありまして、こっからですね、センターバックの選手が中で追い越す。で、渡辺新がね、こっから、追い越したら、ここに行くとか。で、あとはね、追い越しやすいように、スペースをね、開ける動き。ね、これね、町田大和もやってましたけども、この辺の動きをね、徹底してやっていたのかなと思っております。というわけで、今回はね、大分トリニータ対東京ヴェルディの一戦をね、分析してみましたけども、いかがだったでしょうか。ね、大分としましては、この試合ね、勝ち切りたかったですね。はい。勝ち切りたかったのがね、この試合の本音でしたし、あとはね、前半のね、最初のね、入りっていうか、ゲームプランのところですよね。これさえね、間違ってなければ、勝てたんじゃないのかなと思って、すごくね、もったいない試合だったのかなと思っております。そして次節に関してはね、6ポイントゲームになりますよね。町田ゼルビアとの一戦。まあ町田ゼルビアとの一戦になりますので、この6ポイントゲームね、後半戦ですね、大分、負けなしっていうところがね、素晴らしいので、この試合はですね、勝って6ポイントゲームを制して、またプレイオフ圏内にね、行ければいいのかなと思っております。そんな感じで、町田戦もね、声出し応援ができるっていう感じになりますので、みんなですね、声を出してですね、頑張って応援してきてください。ぜひともね、勝ち点3、お待ちしております。そんな感じで、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。
靴